敵城塞はほぼ制圧したよ。あとは本丸だけ。ガッツに任せておけば大丈夫だね。今回の戦じゃ妙な噂を耳にしたぜ。敵陣にあのノスフェラトゥーゾットが加わっているってさ。ノスフェラトゥーゾット？誰の？知らないの？傭兵の間じゃ伝説的存在の剣士だよ。奴が戦場で開けた首は何百何千とも言われてる。でもゾットが恐れられているのは強いからだけじゃないんだ。奴は死んだという噂が流れるたびに必ずまたどこかの戦場で姿を現す。そして信じられないことに、奴の武勇伝は知られているものだけでもここ100年近くにも及ぶんだ。ノスフェラトゥと言われるゆえんさ。おいおいおい、まさか本気でそんなおとぎ話信じてるわけじゃねえだろうね、リッケルトちゃんよ。あいつそういうのを見るとやたら突っかかってくとこあるからな。なんでもっと早く知らせなかった？それが、誰かがこの奥にお宝があるなんて言うもんだから。その奥から次々と悲鳴が聞こえたんですが。様子を見に行った奴らも。おい、俺が行く。隊長、誰もついてくるな。
て深く剣を打ち込んだ人間は貴様が初めてだ。嬉しいぞ。貴様のような敵に巡り合うために俺はこの300年生きながらえてきたのかもしれん。さあ戦え。この俺を失望させるな。ありえない。こんな化け物が現実に存在するはずがない。から逃げおせてからにしよう。
けるか。やらなきゃやられる。お前は左、行くぞ。ガッツ、一気に走り抜けるぞ。この男にとって真の友と言える存在ならば心しておくがいい。この男の野望がついえる時、貴様に死が訪れる。決して逃れられぬ死が。大丈夫か？来るな！貴様のせいだ。グリフィスがこんな目に遭ったのは貴様のせいだ！そういや、お前がいつも首から下げてるあれ、あの化け物、そいつを見たら飛んでっちまった。一体何なんだ？ベヘリット、昔占い師のばあさんから手に入れたんだ。これを持つ者は自分の血と肉を引き換えに世界を手に入れる運命なんだって。世界をね。うお。ああ。おっと。気色悪いな。脅かすなよ。いいだろう。たくお前のそういうとこ変わらねえんだな。変わらないよ。俺はなぜだ。ん？たかだか部下の一人に過ぎない俺をなぜ助けに来た。理由なんてないよ。俺がお前のために体を張ることにいちいち理由が必要なのか。いや、俺は怪我の方はもう良いのか。陛下。おい、ガッツ。貴様、王の御前でやる。無礼でやろう。まあ良いって、面を上げよ。グリフィス卿、そなたの率いる鷹の団の働き、いつもながら見事であるぞ。恐れ入ります。陛下、新参者の一団長ごときにそのような。良いではないか。
重臣たちの中に平民出身のその方らを快く思わぬ者がいるのは事実。しかし威信や格式などでは戦には勝てぬ。世はむしろ型にはまらぬそなたたちに大いに期待を寄せておる。ありがたきお言葉、感服いたします。あちらのご婦人は？ん？ああ、娘のシャルロットじゃ。いかめしい武人は好かぬと申してめったに出たがらんのじゃ。あ、シャルロット、一人娘だからと少々甘やかしすぎたか。許せよ、グリフィス卿。さあ行くぞ、シャルロット。大丈夫ですか？失礼。お気をつけください。貴様、姫様のお体に無礼であろう。およせ。失礼いたしました、ユリウス将軍閣下。わかればよい。さあ姫様、父上がお待ちですぞ。はい、おじ上様。